東山13号墳は、計約15メートル、高さ約 2.5 メートルで、東山古墳群では、最も小さい円墳です。調査によって、石室の入り口が死者を祀る場所であったことが分かりました。発見された副葬品から、繰り返し埋葬されたことも分かりました。